俺様を自由にしろ。まったく伝説とは大違い。態度はでかいし、言うことは聞かないし、乱暴だし、おまけに小さい時はちっとも役に立たないし。こんなの俺様の本当の姿じゃねえ。元の姿に戻せ、戻しやがれ。とにかく早いところあんたを私の式神として自由自在に操れるようにする方法を探さなくちゃいけないんだから、静かにしててよね。なにてめえ、誰がてめえの式神なんかになるか。二度とそんな口が聞けないようにぶっ殺してやる。動けねえ。このゴホーリングがあればあんた手出しできないみたいね。何を？うりゃー！うりゃー！うりゃー！面白い！こりゃ千秋！さきばあちゃん！前期殿に何ちゅう罰当たりなことをしとるんじゃ、俺は！前期殿？前期殿は、おずむ様が使われていた最高位の騎士様じゃ！丁重に扱わなくてはならん！おう、これが伝説の鬼神前期殿か。思ってたよりちょこっと縮んでおるようじゃがの。手錠に扱いと言うとろうが。千秋、お前も知っていよ。この世に災いを起しとき、鬼神前期現れ、すべての邪悪を打ち払わん。言い伝え通り、前期殿がお目覚めになったということは、いずこかで悪しき力がうごめきつつあるという証に違いない。悪しき力？この間みたいにおずぬ様が封印した憑依の実を狙ってくるような奴らのこと？それはわからん。だがきちんと払いし、力を合わせなければ悪を打ち払うことはできんのじゃ。冗談じゃねえ。俺様はもう誰にも従わねえぞ。特にこんなバカ女にはな。ほら、まだ話は終わっておらん。くそ、早く自分で元の姿に戻る方法を見つけねえとな。